石神社は、鹿児島県霧島市国部式年にある神社である。地元では、薬師様と称されるが、これは、薬師様の方言。現在は、石神社と表記されることが多い。照明彦那神を主催神に、応神天皇、神宮古豪、小結の神、雨の皆か主の大臣、豊井彦姫命を廃止する。廃止の神は明治42年に合祀されたもの。 明治一新以前は、門倉薬師と呼ばれ、薩摩藩の三薬師の一つであったが、神仏藩前例による廃仏希釈の影響で神社とされた。薩摩藩の三薬師とは、門倉薬師、米山薬師、高岡北家、学寺の薬師。門倉薬師のあった門倉坂は、天平十三年大隅国分寺建立の、御子と乗り以来日周方面への交通の要衝となっていった。 三国名称図絵には、総建年は不明だが関常民国石膏、年派不定会見の十八艦が混流したが、その後系統の王、某の子、高石孫三郎、勇士が敷根、備中守頼よ金と志を同じにして天章を四年十二月二十三日再建した。当初の薬師堂の天井には、龍の画が,があった。そして高さ三尺ほどの伝業大施策の木造が、 安置され、左右に、日光、月光、十二神が安置されていたがいつの頃か、盗まれてしまっていたが、天明三年十月に、日州初見軍港上弓宮原村仏港が、彫刻寄進した、とある、明治四十二年に、近在の神社を合祀した。明治四十二年に合祀された神社は、以下の通り、若宮神社、後敷根の罵頭、観論、ありがとうございます。